フレルヤありがとうございます。ホサンナ聖火隊、えー、久しぶりに直接賛美してくださり心から感謝します。神様に栄光となりまた、私たち信徒にも大きな恵みとなったことを信じます。また、ヘプシバ賛美チームも、えー、心から感謝いたします。今日は主ュロの手術ですね。 このシュロの主実はイエス様が苦難習慣を前にして十字架に向かってエルサレムに入られる勝利の日であります今日私は詩編92編12節から15節またヨハネ12章12節から16節の御言葉を通してシュロの木のように栄える義人シロの木のように栄える義人という 題名で見言葉を語りたいと思いますこのシロの手術は苦難週間の最初の日ですねイエス・キリストが十字架にかけられる前の1週間一苦難週間の最初始まりでありますイエス様はこれからどのような苦難を受けられるかすべてを知っておられるわけですすべてを知りながらもエルサレムに向かって行かれました6日後にですね イエス様が逮捕され、ローマの兵隊たちに鞭を打たれ、また、つばきをかけられ、殴られ、足で蹴られ、踏みにじまれ,まれながら、本当に苦しいそういう、えー、状況の中で十字架にかけられるわけです。古代の歴史を見るとですね。 十字架は一番苦痛の死刑であったと語られています。一番残酷で苦しい殺し方です。十字架で死ぬことはですね、十字架を使った理由というものは、ローマに逆らうとこのようになるということを見せしめにするためでした。その十字架にかけられると、何日、 かかって死ぬことになりますですからもう1週間であるならば1週間その十字時間にかけられたままえ置いておくわけです。少しずつ死んでいくその姿を多くの人に見せしめるわけですね。ローマに逆らうとこうなるんだということを見せるわけです。そういう死を前にして全てを知りながらもエルサレムに向かってイエス様は行かれたわけです。 普通であったらどうでしょうか逃げていったでしょう反対側に行くでしょうしかし、イエス様はその十字架に向かって歩んでいかれたわけです。その日にですね、多くの群衆が来て、喜んで主を、えー、歓迎しました。ホサナと、旅での子孫よ、旅での子よと言いながら、シュロの枝をですね、えー、振りながら歓迎しました。 このホザナというのは何ですかホザナ。私たちを救ってくださいという意味ですよね。私たちを救ってください。その理由は何でしょうかイエス様を本当に誰だか悟ったからではなく、イエス様がラザロを、死んだラザロを生き返したからですね。そういう力があるならば私を、私たちをローマのその圧力から救ってくださると。 そういう政治的なメシアを想像していたわけです。そういう人たちがどうなりましたか金曜日になると、マタイ27章、20節から22節を見ると、総督が来てですね、追しの祭りが来ているから、誰を許そうかと言ったんですね。その時に、誰をで言いますかバラバをくれと。 言ったわけですよねイエス様は十字架につけてバラバを、えー、釈放せよと言ったわけです。イエスキリストは十字架につけなさいと語りました。同じ人々です。ホザナと言っときながらも今はイエスキリストを殺せと言うわけです。一週間後にそのように変わったわけですよね。ですから、主がイエス様がその彼らの歓迎するその声を聞きながら喜ばれたでしょうか ヨハネ・リオル福音書2章24節から25節を見るとイエス・キリストご自身はその人々の心の中のことをすべて知っておられたと語っています。すべてを知っておられる方なんですね。最初はホザナと旅での来よと言っておきながらもこれからイエス・キリストを十字架につけようとそうやって人のその姿が変わることを知っておりながらもおられながらも。 イエス様はその歓迎を受けてエルサレムの中に入って行かれたわけですよね。そのままにしておかれたわけです。なぜならば、その理由は、これが神様の御心だからです。神様のご計画であり、また聖書の通りに成就しなければいけない、そういう働きがあり、またメッセージが含まれているからなんですね。ですから彼らをそのままにしておかれたわけです。 イエス・キリストのこの地に来られて行われた言葉やまた行動は旧約の聖書の御言葉をその通りに成就しようとされていた出来事なわけです。自分勝手に行われた行動は一つもありません。ザカリア旧書、旧説を見ると謙遜に入話であってロバに乗られると語っておられます。ですからイエス様は旧約に予言された通りに 行わわれたわけですよね今日私たちが見なければならないものは何かというとこの白の木というものであります。白の木。マタイやマルコまたルカによる福音書を見ると白の木とは出てこ,ずこないでただ木の枝と書かれています。しかし今日読んだヨハネによる福音書を見るとこの木の枝が主の木の 木の枝であったと語っていますね。シュロであったと。シュロですから、ヨハネはこのシュロの木の枝であったということを正確に記録しながら、他の福音,書福音書の記者が語らなかった象徴的なその意味をしっかりと記録しているわけです。ですから、これを通してシュロの手術という名前が出来上がったわけです。シュロの手術と。ですから、このシュロの 木が一番重要であるということを私たちは悟らなければいけません。白の手術、白の木。今日私はこの白の木がどのような意味があるのか見てみたいと思います。また私たちに与えられる教訓が何なのかを見てみたいと思います。まず一番目に白の木の語源的な意味について見てみましょう。白の木というものはたまるという単語です。たまる。 また他にはティモラとも言います。ティモラ、えー。これはヘブル語タマールから出たんですけれども、えー、しっかりと立てるという意味があります。ですから、シュロの木は、えー、しっかりと、えー、背が高い、そういう、えー、そ,びえそびえ立った木であったということを見ることができます。特に創世紀38章を見ると、ユダの姑であるタマールという人が出てきますよね。 同じ単語です、たまる。このたまルに対するストーリーを皆さん知っていると思うんですけれども彼、彼女が行った行動について傾いて倒れていくユダの家紋を正しく立て上げた人であるとルツキ4章、11節から12節を見ると記録されています。タマル しっかりと立ち上げるという意味がありますよね。そのタマルがこの倒れかけているこのユダの家紋をしっかりと立て上げたわけです。実際的に見ても白の木というものは家を建てる時に柱として多く使われます。ですから白の木は家を建てる家紋を建てる役割をするわけですよね。霊的に見ても表面的にも見ても同じです。 神様の御国を建てるときにも、えー、白の木のような基人が必要であると語っています。ですから、この白の手術、今ここに集って礼拝を捧げている信徒一人一人が、神様の国の白のような、そういう基人として、神様の御国を立ち上げる柱として用いられる皆さんとなることを主の名もて祝福いたします。大きな2番目に、えー、白の木の特徴について見てみましょう。 このシロの木の特徴を見せたいと思います。こういう木がシロの木なんですよね。この木がシロの木であります。このシロの木というものは、ヤシ科に属するシュロ族であります。ヤシカ、シュロ族となっているんですけれども、小さければ8メートルなんですけれども、大きくなると15メートルから30メートルまで大きくなると言います。またシュロの木というものは、 実を結ぶまで40年かかると言います。40年。皆さん考えてみてください。40年間実りがないわけです。そして40年経つといきなり実りを結ぶと言います。実るんですね。ですから、実りもなく、なんだこの木はと思うかもしれませんけれども、実を結び始めると150年間、 ずっと実りを実らせると言います。実りを遅く、えー、結ぶわけですけれども、長い間実らせるんですね。ですから、この白の木というものは長寿の象徴であります。長い木の象徴。150年間、長い間実りを結,ば結ぶわけですからね。ですから、今日の本文、紙幣92編14節を見ると、 彼ららは年老いいいいてててもなお実を実らせ、みずみずずしく生い茂っっると語っています。私たち皆さん、信と一人一人にこのような祝福が与えられることを信じてください。ですから、長い間、えー、いつもいつも身を実らせること、それが祝福ですよね。皆さん、芸能人のニュースを見たりすると、えー、小さい若い時に、えー、人気を得てですね、10代。 20代人気を得るんですけれどもいきなりテレビに出てこないことが多くあるわけですよねそしてその後の人生を貧しく暮らす人も少なくありませんしかし人生というものは皆さんマラソンと言いますよねマラソンであと最初速く走ると疲れてしまって最終的には走れなくなってしまいます 聖書を見ると信徒というものは世の中よりも世の中の人よりも少し遅れて実を結ぶことが多くあるということを語っていますしかし聖書では信徒というものは一番最後ですね一番最後になればなるほど壮大になると大きくなると語っています必ず最後まで生き残るんですね今日の四篇九十二編を見ると七節を見ると悪,悪人をですね 青草のようであると語っています。しかし、十二に説を見ると何て書いていますか基人、正しいものは夏目足の木のようだと、白の木のようだと語っています。草はどうですかすぐ、えー、生えてきますけれども、えー、しかし、えー、すぐし,しゅぼんでしまいますよね。しかし、えー、夏目足、白の木というものは、 えー、長い間時間はかかりますけれども大きくまた、えー、長生きする木に変わるわけですよね。信徒というものは白の木のように私たちの目には少し、えー、遅く実を結ぶように見えてもですね実を結び,続け結び始めれば、えー、長い間豊かな実りを実らせるというそういう多くの祝福があるということを私たちに、えー、教訓しています。 そういう祝福を受ける皆さんとなることを主の皆をもって祝福いたします。豊かな祝福です。皆さん、豊かな祝福。実を結ぶとですね、約1000個の実りを結ぶといいます。実がですね、約14キロほどの実りを結ぶそうです。また、このチュロの木は、 生命力が強いもので,あります,ですから、えー、乾いた地であったりまた暑い、えー、砂漠でも、えー、育つことができますそして木をですね、えー、切ったりまたその切り株を焼いたとしてもですねまた芽を出して成長する木であります、うん スエジプトキ、中5章27節を見ると、イスラエルの人々がアラノで40年を過ごすときにエリムというところに着きましたよね、エリム。そのエリムに行ったときに、水の泉12と夏目足の木70本があったと語っています。夏目足、白の木が70本ありました。砂漠にですね、砂漠に。 えー、この夏目足に出会うということは、えー、オアシスということです。オアシスに、えー、到着することと同じなんですね。このように白の木というものはどのような環境でも、えー、しっかりと育ち、また実を多く結ぶ木であります。暑い砂漠でも、また乾いた地でも、いつも育ち、実を結ぶ木。 それが白の木なんですねですからこの白の木を聖書では義人であると語っています。まことの正しい人義人というものはどんな環境でもどんな苦しみや問題があったとしてもいつも育ちしっかりと成長しまた芽を出して身を実らせる強い生命力を象徴しています。皆さんここにおられる皆さんはほとんど移民してきた方々ですよね。 どどれほど苦しししい生活をしてきましたか世界で一番強い兄弟国であるアメリカに来てまたアメリカでも一番大きな都市であるニューヨークニューヨークの人々みんな気が強いですよねそういう中でも皆さんこのように暮らしているわけです神様の恵みで私たちは白のような木の祝福を受けて今暮らしているわけですしかしこの世の中で成功して えー、よく暮らしているからといって白の木であるのような人であるとは言えません。どんな時にも最後まで信仰を守ってその信仰が揺らぐことなくどんなに苦しくても神様のそばを離れることのないそういう信徒にならなければいけないことを示しています。どんな状況でもまたどんな時にも信仰を失わないことが白の木のような人であります。ですから聖書は えー、豊かさ栄また勝利と栄光を象徴しています豊かさと繁栄栄また勝利と栄光ですねまた大きな3つ目、えー、旧約に登場する白の木について見てみましょう、えー、旧約の中の3大祭りがあるんですけれどもこの3つの祭りのうちの1つが、えー、カリオの祭りがありますけれども アラノに出て行って1週間暮らしながら私自分たちの先祖がアラノで40年間暮らしたことを記念しなさいと神様は語られましたよね砂漠アラノです人々が暮らすことのできない場所ですそういう中でも神様が守られてまた白の木のように豊かになって40年間通過することができたということを神様に感謝する祭りです それがレビキ23章40節に記録されています。このカリ世の祭りというものは世の終わりを示す祭りであります。荒野のようなこの世の中で暮らすわけですけれども、神様が共におられれば、この世の中を通り越して、白の木のように豊かな実を結ぶことができるということを示しています。また、この白の木というものは聖殿に、宮を見ると、この白の木が 記されていました。ソロモンの宮にも、そうですよね、列王城6章29節を見ると、えー、宮の周囲の壁に、えー、ケルビムとシロ木と、また咲いた花の形の彫り物が刻まれていたと語っています。また、エゼキエルの宮にも書かれていましたね、エゼキエル41章20節を見ると、えー、床から戸の上までケルビムとシロが壁に彫刻してあったと語っています。 ですから宮、正殿の宮のその壁にすべて白が、またケレビムが刻まれていたわけです。このように宮の周辺にですね、白の木が刻まれていたということは、神様が、その主宮の主人である神様が、命と、また豊かさと、栄光の源であることを示しています。正殿の中におられる 神様に命があり、また豊かさがあり、栄光があると、その源がこの神様であることを示すわけです。私たちは今、私たちの宮はどうですかこの教会も宮ではありますけれども、私たちの聖殿はイエス・キリストです。私たちがイエス・キリストの中にいれば、白の木のようになって、どこにいても、 どんな状況の中でも豊かに暮らすことができることを意味しています。ですから、詩幣92編13節を見ると、主の家に植えられた白の木であると語っています。主の家に植えられた主のロの木であると。ですから、神様の家の中、イエス・キリストの中にある白の木が豊かにわをしく暮らすことができるということなんですね。このソロモンの宮を見ると、ケルビムと白の木と花も えー、刻ままれていました花しかしエゼケルには白の木とケルビムしかありませんでした花はないわけですその理由は何でしょうか花というものは、えー、実を結ぶ前に、えー、咲くものですよね花がしぼまないと実りを結ぶことはできませんエゼケルの宮というものは世の終わりの聖殿です最後の聖殿ですですからエゼケルの 宮に入る信徒というものは、実りを結ぶ信徒であります。花はもうないわけですよね。花はないんです。ソロモンのときには、イスラエルの人々が花を咲かせるときでした。しかし、花が落ちてからは、実りを結ぶわけです。最後のときは、信仰の実りを結ぶ信徒だけが、このエゼケールの宮に入ることができるということを示しています。 そして最後の4番目です。4番目に新約に登場するシュロの木について見てみましょう。新約聖書。新約聖書には2回、えー、出てくるんですけれども、今日の本文であるヨハネの12章。この時はイエス・キリストの勝利の入場を意味していますよね。このシュロの枝を振るうということは、征服したもの、また勝利したものを歓迎する時の。 行行い行動でした王が出ていって戦争に勝って勝利してきたその王を歓迎するときにこの白の木の枝を振るわけですよねそのようにイエス様を歓迎したわけですしかしイエス様は罪と死の権威に打ち勝ちサタンに打ち勝つためにエルサレムに来られたわけですしかし人々はローアの圧力から解放し 国をまた復興しようとしたわけですよね。イエス・キリストの考えとは全く違う考えを持っていたわけです。皆さん、2000年前に帰って戻って見てみてください。なぜならば、この人たちはイエス・キリストを殺せという人たちです。しかし、その人たちが振るった、その白の木の枝は今もですね、 イエス様が真の勝利者であるということを語っています。今日私たちも皆さん、主の枝がイエス・キリストを象徴しているわけです。イエス・キリストを証ししているわけですよね。主の枝というものは何かを象徴するものです。象徴するもの。象徴するということは、ある実態を示すわけですよね。 この象徴するものを通して実態を見せるわけです。ですから聖書はイエス・キリストを示していますよね。またイエス・キリストだけではなく、信徒一人一人を表しています。白の木というものはイエス・キリストが勝利者であることを語りながら、また私たち信徒一人一人も白の枝のようにならなければならないと。また豊かに栄えて、また栄光を受けるものとして信徒になる 信徒がそのような存在にならなければいけないことを意味しているわけです。しかしどうですか当時の人々は白の枝を振りながらもそのような信仰を持つことがなかったわけです。反対になったわけです、反対。白の木が主人公になって、またその白の木の枝を手に取っていた人々は、えー、スタッフになったわけですね、スタッフ。 逆になったわけです白の枝が主人公になってイスラエルの人々は飾り物になりましたエキストラになったわけですエキストラ横でですね、えー、道を歩く役割をするエキストラなんですね私は高校卒業してアルバイトをしたのが、えー、エキストラをしたんですね私は異例にロサンゼルスに行いましたから ハリウッドがありえそういうアルバイトがあると聞いてですね一日中え撮影するんですけれどもエキストラとしてえ登場してえ50ドルえ稼ぐわけですけれども。 主人公は、えー、待遇を受けますけれども私たちエキストラどうですかもうそ,っちそっちに行けと言われるんですね。信徒一人一人が神様を信じる信徒が、えー、主人公にならなければならないのにこの白の木が主人公になってしまったわけです。目示録7章9節から10節を見ると本当の主人公が誰かを記録していますよね。目示録7章9節を見ると その後私が見ていると見よあらゆる国民、部族、民族、国語のうちから数えきれないほどの大勢の群衆が白い衣を身にまとい、白の枝を手に持って、座と子羊との前に立ち、大声で叫んでいったと。救いは座にいます。我らの神と子羊から来たれと語っていますよね。ここで白い衣を身にまとって白の枝を手に持っている人たちが出てきます。この人たちは誰ですか 黙示録7章14節を見ると私の主よそれはあなたがご存知ですすると彼は私に言った彼らは大きな観難を通ってきた人たちであってその衣を子羊の血で洗いそれを白くしたのであると語っていますよねこの白い衣を着て白の木の枝を持って賛美する信徒一人一人は大きな観難を通ってきた人たちだと語っています勝利してきた者たちなんですね ですから、霊的に見ると、この人たちは白の木のようなものたちであります。観覧、苦難を通,過通って通過して、来ながらも信仰を守り、イエス・キリストを賛美する者,賛美する者たち。ですから、この白の木というものは、世の終わりについて語っているわけです。世の終わりに起こることを示しているわけです。 イエス・キリストが主人公として、また信徒一人一人が主人公として、白の木のようになっているわけですよね。白の木のように乾いた、そういう辛い地でも、苦しみの苦難から通過し、勝利したものであります。信仰を守り,つい守り抜いたものなんですね。では結論的に、白の木が 与える教訓は何ですか白の木というものは誠の義人が誰なのかを示しています堕落したこの世の中で義人というのは罪がある罪がないまた罪が大きい小さいこういうもので、えー、定められるものではありません全ての人間は皆罪人なわけです罪がない人は一人もいませんでは義人は誰ですかイエス・キリストを信じて悔い改めて 罪の許しを得たものが義人ですしかし最後の時世の終わりの時にはもう一つ条件があるわけですそれは何かというと義人は最後までその信仰を守る人であるということですそれが世の終わりの誠の義人です最後まで信仰を守る人苦難が来てもその信仰を守る人なんですね 白の木のようにどんな状況の中でも苦難の中でも勝利し信仰を守る人が本当の擬人なわけです。この世の中で暮らしているわけですけれども世の中は堕落しています。本当に暗闇に満ちたそういう状況の中でもイエス・キリストの側に立って信仰を守り抜く人そういう人が擬人なわけですよね。また擬人は誰ですか擬人というものは神様の御国の神様の御国のエキストラではなく 主人公なわけですアクセサリーではなくメインなわけです。主人公。それが私たちにならなければいけません。初リの時、イエス・キリストがエルサレムに入られる時にどうでしたかイスラエルの人々は主人公になることはできませんでした。エキストラで終わってしまったわけですよね。では、どうすれば私たちが神様の御国の主人公になることはできましょうか 元老牧先生がよく言われた言葉があるんですけれども神様をアクセサリーのように信じるなと語られました神様をアクセサリーのように信じなければ神様の国の主人公になれると語られたわけですねどういうことですかアクセサリーなんですかアクセサリーアクセサリーはメインではないわけですメインをもっと、えー、よく飾るものなわけですよねあってもなくてもいいものがアクセサリーです しかし多くのクリスチャンたちは神様をアクセサリーのように信じる人が多くいます私が若い時に未来の夢を、えー、描くわけですけれども良い大学に出てまた良い職場職場に行って病院の医者であったりもう弁護士であったりまた、えー、美しい奥さんやかっこいい 旦那に会って幸せな家庭をを築こうと夢を描くわけですしかしどうですかあそれでもやっぱり、えー、何か宗教は必要だとで教会だったら何か神聖に見えると、えー、言いながら教会に行こうかとするわけですよねこうやって成功した人が神様も信じて教会も出ると、えー、それはアクセサリーなわけです それをそうやって信じるなと語られたわけですよね皆さん考えてみてください大きな本当に豪邸にですね、神様がお客さんとして来られましたしかし神様をしっかりと迎え入れないわけですもう関心がないんですね普通の人でも、えー、そういう豪邸に行ってそういう扱いをされたら行きたいと思いませんよね 私も昔高校生の時にお金持ちの友達がいましたそのお父さんがお金持ちだったんですけれども宿題を一緒にするために友達と一緒に行ったんですねその家にそして宿題をしてたんですけれどもそのお金持ちの友達がいきなりいなくなって1時間後に来るんですねそしてどこ行ってきたんだと言ったら夕食食べてきたというんですね 私たちはお腹が空いているのに自分一人で食べ,て食べに行ったわけです。えー、その次からは私はその人の家に行きません。えー、皆さん、そういう家に行きたいですか神様はどうでしょうかいくら貧しい暮らしをしていても神様がその、えー、家に来られた時にその神様を招いたならば神様は大金持ちの家に行かれるでしょうかまた貧しい 家に行かかれるでしょうか愛する信徒の皆さん私が牧師だからといってそうやって暮らすことができるとそうやって自慢できるわけではありませんしかしそういう目標を持って信仰生活をしなければいけないということです神様が扉の外におられたならば今日は扉の中に迎え入れてまた明日はもっと真ん中にもっともっと中に 迎え入れるそういう信仰生活を毎日続けていかなければいけないということです。もっともっと近くにですね。私たちは完璧な信徒は一人もいません、ここに。しかし、信仰生活をしながら、もっともっと一生懸命努力をしながら、自分を捨てて、拒んで、また神様を私たちの中心に招いてですね。結局 神様が私たちの暮らしの人生の主人公となられるようにまた私たちも神様の国の主人公となることができるようなそういう信徒となることを皆さん祝福しますそういう主ろのような基人となって私たちは豊かさ栄光また栄え多くの実りを結ぶ長生きするそういう祝福を得ながら神様に栄光を 会する皆さんとなることを主のみなもて祝福いたします。祈ります。愛するちなる神様、感謝いたします。今日も大きな恵みを与えてくださり、私たちを神様の宮に集わせてくださり、聖なる主の日、神様に栄光をお返し,し、礼拝を捧げることはできるよう、導かれ心から感謝いたします。ちなる神様、私たちは今、神様の前に告白します。今まで、神様中心の 暮らしをすることができなかったことを告白します。すべての罪を許してくださり、これからは私たちの信仰生活において、神様を私たちの中心に招き、主人公として歩みながら、一生懸命信仰生活に歩むことができるよう導いてください。いつも信仰が成長し、またいつも神様の前に近づいて歩むことができるよう祝福してください。 また私たちこの教会の信徒一人一人の家庭に白の木の祝福を得て豊かで繁栄し勝利と栄光の祝福を受けてどんな状況の中でもいつも栄えていくことができるよう導いてください私たちに与えてくださった子どもたちにも同じ祝福を与えてくださり信仰の中で白の木のようにそびえ立ちまた大きく 正しく成長しながら神様の前に栄光を表し多くの実りを結ぶ家族となることができるよう導いてください。すべて感謝しイエス・キリストの皆によって切にお祈りいたします。アーメン